先週末8月29日お茶の水クリスチャンセンター8階ではアート、ダンス、ワーシップを通して神の愛を知り感謝を持って心からの賛美を捧げようというザ・ビッグ・ラブと称したフェスティバルが開かれました。神様の愛に本当に心から感謝する、賛美するっていうことは、つまりまず最初に神様の愛を本当に受け取らないと本当に賛美、心からの賛美が生まれないので、神様の大きな愛を本当に感じて体験して味わってほしいなって皆さんに、まあ、それをやっぱ音楽とかアート、またダンスっていうそのクリエイティブなものを通して皆さんに感じて受け取って楽しんでもらいたいっていうイベントです。ステージは全部で5つに分かれ、タラント色満載のワーシップライブ。まずオープニングはチーム水泳による軽快なヒップホップから元気よくスタートしました。続けてワーシップチームの賛美とともにサインダンスを交え、後半は右輪のソロライブやリードボーカルで回収賛美を導きました。またこの日の MC タンタンこと山口武春牧師が天の父神様からのラブレターを読み上げ、早くも神の大きな愛に会場は包まれました。最初のステージから出演者たちもその愛を届けたい一心で賜物を精一杯用いて表現しました。なんか神様のために踊るっていうことがすごい喜びなので、この喜び伝えたいなって思って、あの礼拝捧げる気持ちで踊りました。ダンスを通して神様を賛美すると、言葉だけじゃなくていろんな、もっともっと自分からの思いも届くし、なんかそこから神様の言葉をすごい噛みしめられて、今日すっごい注がれて、なんか自分も嬉しくなるし、それを味わっているのを本当に見てる人にも味わってほしいなと思って、なんかとにかく楽しくて今日は踊りました。続いてのステージはヒーリングダンス&ミュージックと題し、対馬千尋さんがピアノの音色に合わせて華麗なダンスを舞いました。ある少女の身に起こったストーリー。少女は小さい時から大好きだったダンス、毎日踊っていたダンスが突然できなくなり踊ることをやめてしまいます。過食症になり見た目も変わってしまい、すっかり自信もなくしてしまいます。しかしイエス様に出会って神様のために踊る喜びを知るようになりました。このストーリーは千尋さん自身の体験です。証しをした彼女は主を信じた後も試練は続き、長期の病を患い、次に鞭打ちになりと治療の連続だったといいます。しかしそんな辛い経験を生かして今は整体師となり、健康に関する専門家となりました。そしてダンスで元気になる方法も見出しました。21年ぶりにダンスを披露した千尋さんは、彼女自身も神の愛によって踊りながら癒されていたといいます。あの喜ぶ体の使い方っていうのがあって、そういったものを、健康財産を主からいただいたものを持って今はもう一度踊りに立つ、で健康賛美ダンスっていうのを今度開発して全国 の、 あの日本の教会を元気にしていきたいと思ってるんです。うん、神様が私を癒したかったんだと思います。今回あの赤いベールはイエス様の血を表して、本当にイエス様と踊ったっていう感じで、絵画とワーシップのコラボレーションもありました。画家の2人、佐藤高美さんと高井美智子さんが回収が神に賛美を捧げている間、ご自身も個性的な絵画で主を称えました。ワーシップ4曲を歌い終えた約30分間であっという間に見事な作品を書き上げました。佐藤さんは天空に飛び立つ鳩をモチーフに、キリストにあって自由にされた私たちを表し、高井さんは神の愛を手を広げて受け取ることのできる恵みを描きました。
本当に神様の恵みはもう素晴らしいということで、手を広げてごらんなさいっていうイメージがあったので、キャンバスがまだ真っ白の時、その下に愛という大きな漢字をピンク色で書きました。虹っていうのは予言の絵では神様の祝福、神様の約束を受け取るっていう意味を込められているそうなので、真ん中に天使のようなものがいて、御国からたくさん恵みが天使たちと共に降りてきてます。溢れるばかりの祝福を受け取ろうとしている。会の後半では山口牧師より愛のメッセージが語られました。以前海外の高級レストランに招待された時、清掃でなかったため危うく入店できなかったところ、その店が用意したジャケットを借用し、美味しい料理にありつけたという実体験を話し、同じように私たちも主の前では罪をまとった汚れた人間だけれど、キリストが十字架の死をもって罪から清め、天国へと入れる恵みをくださったと神のビッグラブを語りました。そして最後のステージは白鞘恵美さん、藤崎ルイスさんのリードで、回収の皆さんと共に思う存分賛美を捧げ、フィナーレを盛り上げました。アート、ダンス、ワーシップ、さまざまな賜物で主の大いなる愛を体現したザ・ビッグラブフェスティバル、参加者の皆さんもさまざまな形でその大きな愛に満たされました。本当にたくさんの神様の愛を本当に感じることができました。特にダンスの人が本当に21年ぶりに、ね、ダンスを踊ることができたっていうのがすごいな、本当に証に感動しました。やはり私たちみんながこうして一つの場所に集まれて、そして一つの歌をみんなで歌えることこそが神様からの愛であり最大の喜びであると思いました。絵のやつがあったんですけど、あれがやっぱこうある意味一番印象に残りました。やっぱり神様の愛っていうのがそういうような形で表現されるのって すごいことだなって思いました。牧師さんのメッセージで、なんかこうディナーに三つ星レストランに行くときに何かジャケット着ないといけない、で私たちもそれと同じみたいに、なんかこう汚い心では神様の祝福を全部味わうことができないというところで、本当に神様がそれを着せてくれるから私たちは神様の恵みを味わえるんだということを聞いたときに、すごい神様の愛を感じました。8月最後の週末、夏の終わりを飾る最高に熱いサマフェスがまた一つ素敵な思い出となりました。しかし季節は過ぎても、神の偉大な愛は私たちにいつもとどまり続けます。